What is up, guys? 皆さんどうも、K です。はい、今回はですね、はい、このようなラインナップになっております。久々の和菓子会になりますね。もうね、2時間くらいかかった。うん、そんくらいかかっちゃいましたね。楽しみすぎて。なので今回は自分のね、気に入ってる和菓子屋さんだったりとか、セブンだったりとかから和菓子をね、たくさん買ってきたので食べていこうと思います。ナイス。はい、どこで買ったかみたいなのはね、ちょっと食べながらね、紹介していこうと思います。もうお腹空いちゃって我慢できないんで食べます。それでは早速いただきます。ちょっと要冷蔵のものだったりとか、はたまた出来たてのものとかあるのでね、それから食べていこうと思います。まずみたらし団子食べていきます。これがね、平林の団子っていうお店のところで、結構有名っちゃ有名らしいですね。なんならテレビに出たりとかもあったみたいです。ではいただきます。うん、あったかい団子ってなんか久しぶりに食べましたね。まあ熱々が良かったですけどね。ただちょっと30分1時間くらいちょっと経っちゃったのでね、あったかい団子っていう感じですごい美味しいです。うん、サイズとしてはね、ちょっと小ぶりな感じですよね。なのでね、2本ずつ買っちゃいました。うん、みたらしの焼きたてのこの焦げっぽい感じの味もまたいいですね。うん、これがね、1本70円っていうのもまたびっくりですよね。では続いてあん団子食べていきます。これもまたね、ちょっと小ぶりな感じですが、果たしてどうでしょう。いただきます。うん、ああ、優しい甘さですごい美味しいです。うん、平林の団子さんね、驚くことにね、このみたらしとあんこの2種類でしかやってないんですよ。もうその2つで勝負仕掛けていくぜっていうのがまたね、すごいですよね。うん、お店の詳細とかね、概要欄に書いておきます。全部一応書いておきます。ちょっと暑い中駆け回ってたのでね、髪ボサボサだったら申し訳ないです。じゃあ次ちょっとセブンのいっちゃいましょうか。ではこちらあん餅巻いちゃいました。食べていきます。見た目がこんな感じになりますね。なんかタコスみたいですね。ではいただきます。うん、すごい、ちっちゃいお餅が入ってんのかなと思ったら、思った以上にお餅がぶりっぶりでびっくりしましたね。うん、これ結構新感覚です。どら焼き食べてるような感じでもあるんですけど、お餅の割合が相対的に占めてるので、これなんか新食感みたいな感じもあって美味しいです。うん、続いてこちら行きましょう。黒糖まんじゅうこしあんになります。これもセブンイレブンですね。はい、見た目がこんな感じで、ちょっと割ってみましょうか。あー、すごい、これ絶対好きなやつだ。なんかこんな感じになってます。いただきます。わー、これたまらないですね。黒糖の甘みがすっごいぐわってきます。なんならね、あんこよりも結構強く感じるかもしれないです。うん、そうっていうのが、最近結構脂質多めの動画ばっかりだったので、なんかたまには糖質決めたいなって思って、糖質ほぼオンリーみたいな感じのでやってみました。お茶です。続いてよもぎ大福つばん食べていきます。はい、見た目こんな感じで結構大きいですね。いただきます。うん、すっごい歯にくっつく。よもぎの香りがね、食べた瞬間にぶわって広がる感じで最高です。欲を言えばね、一口二口でいっちゃいたいところなんですけど、餅は危ないからね。
じゃあセブンイレブン最後がふっくらお揚げのいなりになります。これはあの純粋にあの食べたくなりました。はい、見た目がこんな感じになりますね。いただきます。うん、あー美味しい。なんかね、最近いなり寿司すっごい食べたいなって思ってたところにこれなので、もう決まっちゃいますね。じゃあ次ちょっと大福系いっちゃいましょうか。一応買ったのがですね、チーズ大福、おはぎキウイ大福、白桃大福、塩豆大福、ごま大福、抹茶大福になります。じゃあまずおはぎからいっちゃいましょうか。はい、見た目がこんな感じですね。いただきます。うん、しっかり中、お米の粒がね、ちゃんとつぶつぶしてて美味しいです。うん、あ、ごめんなさい、お店がですね、こちら三好野さんっていうところになりますね。前にも食べたんですけど、その時あのちょっとちゃんと紹介してなかったです。ちょっとね、水分があるからか下がちょっとテロってなっちゃってますが、いただきます。うん、すごい白あんがたっぷり入ってて、でキウイのね甘酸っぱさっていうんですか、最高にマッチしますね。うん、こちらがですねチーズ大福になります。チーズ大福はちょっとね初めて見たので、どんな味するんだろうと思って気になって買っちゃいました。いただきます。うん、なるほどね。あ、すごい。ごめんなさい、ちょっと断面見せます。こんな感じでね、真ん中にねちょいとチーズが入ってる感じですね。切りチーズっぽい感じ、クリームチーズっぽい感じのが入ってんのかな。相性いいですね。後味がねすっごいチーズのクリーミーさ感じます。うん、参っちゃうな。和菓子だったらほんといくらでも食べれちゃいますね。こちらが白桃大福になります。白桃もね今シーズンかな、シーズンだと思います。いただきます。美味しい。これも白あんたっぷりで、白桃の角切りが入ってるってよりかはなんかちょっとペーストにしたような感じの白桃が入ってる感じで、これ決まっちゃう。うん、ごめん、角切り中に入ってました。それ食べた瞬間に白桃のフレッシュさがもうファッてきちゃいましたね。擬音今日多いな、なんかな。でお次は塩豆大福になります。塩豆大福ね、昔あんまり好きじゃなかったんですけど、最近になって魅力感じ始めましたね。まあ大人になったっていうことでしょうね。いただきます。うん、美味しい。もう塩豆大福のいいところって、この豆を食べた時に出てくる塩味、食感、プライスレス。うん、やばいな、ここまでマジで飲み物みたいに和菓子を食べている。じゃあ続いてごま大福食べていきます。ごま系の和菓子ってね、私すごい好きなので、これも昔食べたかな。美味しいんですよ。いただきます。大勝利です。うん、もうなんか生地にすっごいごまが練り込まれてるので、そのごまの食感とかも感じられてたまんないです。では三好野さん最後がですね、抹茶大福になります。いや、抹茶大福も最高に違いない。ちょっと塩豆っぽいのも入ってる感じですね。いただきます。うん、うわ、すっごい、めっちゃ抹茶で、この多分塩豆だと思うんですけど、それの塩味のアクセントも相まってね、こちらも優勝ですね。うん、では残りはね、こちらのトレーと、あとね後ろにこんな控えの選手もいらっしゃるんで、
これ食べていこうと思います。こちらはもうね、皆さんおなじみのあんこの山香さんですよ。いつもお世話になっておりますっていうね。これがね、ちょっと見たことなかったので、このわらびまんじゅうなんですけど、これから食べていこうと思います。爪楊枝もついてるんですね。はい、ではわらびまんじゅう食べていきます。これこのままちょっと食べちゃいます。見た目がこんな感じになりますね。結構きな粉たっぷりですね。いただきます。お、わらび餅の食感がすごい。飲める。これ消えちゃいますね。うん、結構ね、きな粉がこれでもかってくらい使われてるんでね、きな粉好きさんこれ大勝利ですよ。うん、じゃあ最後いただきます。今ちょっとむせ返りそうになって危なかったですね。ではね、この辺りのほぼ団子ですね、食べていこうと思います。ちょっと夏っぽいやつから食べていきましょうか。こちらはですね、くず桜になります。くず餅に桜あん入れたみたいな感じですかね。どうですかね。いただきます。うん、普通にあんこだ。でもくず餅のプルプルさがね、大福にはない幸せをもたらしてくれますね。うん、続いてこちらが水大福になります。これなんかちょっとアイスっぽくて可愛いですよね。これどう食べればいいんだろう。取っちゃえばいいのかな。はい、普通に取れました。ではいただきます。ん？これなんかすごい不思議。なんかパッと見お餅大福っぽいんですけど、水大福って書いてあるくらいだからね。けどなんか食感がすごいくず餅っぽい、さっきのやつみたいな感じですね。なんかちょっとハーフ&ハーフみたいな感じなんですかね。うん、すごい。ではね、この団子たちを食べていきましょう。はい、ではまず磯辺団子を食べていきます。磯辺団子はね、大好きな団子のね、一つに入りますよ。これいただきます。うん、かー美味しい。かーってなんだろうね。やっぱね、醤油のね、しょっぱさで、海苔の香り、磯の香り、プライスレスですね。では続いてずんだ団子食べていきます。ずんだもね、あんこの山香さんが美味しいよって教えてくれたんですよね。いただきます。相変わらず美味しいや。もう完全にペーストされてるんじゃなくて、ちょっとね、枝豆の食感がね、まだ残ってる感じがね、いいんですよね。うん、続いて紫芋あん団子食べていきます。あれだね、ちょっといくらでも食べれるって言ったけど、まあまあお腹いっぱいになってきたね。お餅とお腹たまるね。いただきます。うん、やっぱさ、紫芋からしか得られない幸せってありますよね。すごい血糖値上がってる感じがね、やっぱバリバリありますよね。あー、どっちからいこう。端から順々に食べてったので、端から食べましょう。こちらはですね、ごまだれ団子になります。ちょっとすっごい重みがやばいんで、あ、めっちゃきな粉ついちゃった。重みがすごいね、これね。たっぷりだもんね、ごまだれがね。いただきます。すごいセサミを感じる。ごまのね、ちょっとした、まあこれ前の動画でも言ったと思うんですけど、全く同じこと、ごまのちょっとオイリーな感じをすごい味わうことができるので、
これ最高ですね。ただね、口の周り汚れちゃうのがちょっとネックですよね。あとすっごい歯に詰まる。汚かったら申し訳ない。で最後、きなこ団子になります。ちょっとすべてのきなこ団子がそうかわからないんですけど、あんこの山香さんのは団子、あんこ、きなこっていうね、謎のレイヤーが加わってるんですよね。いただきます。ああ、一気に2個いくもんじゃない、これは。すごい、口の中の水分めっちゃ持ってかれました。ああ、でもそれくらいきな粉がね、これでもかってくらい使われてるんで、ああ、びっくりしちゃった。これちょっと1個ずつ食べよう。うん、1個でも結構危ないね。っていうかもうこの辺がね、大変、掃除機後にかけなきゃね。よし、では最後、いただきます。うん、ああ、ごちそうさまでした。ちょっとこれ一回返しちゃいましょうか。いや、割とマジでお腹いっぱいだな。久々にこんなお腹いっぱいになった。最後きな粉で死ぬかと思うし。でも和菓子はやっぱね、美味しいっすね。なんぼ食べても美味しいっすよ。今回、平林の団子さん、三好野さん、それからおなじみのね、あんこの山香さん、3つね、お店回って、あとセブンイレブン回って食べましたけど、いかがでしたでしょうか。あんこの山香さんに関してはネットショップとかやられてるので、気になる人はね、ぜひそちら見てみてはいかがでしょうか。その他のね、ところはちょっと実際にお店に行かなきゃいけないっていうような感じなんですけどね、気になる方はね、あるいは、近辺に住んでる方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価、チャンネル登録押していただけましたら幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 Thank you very much for watching this video and I'll catch you next one. Peace out.